当たってるなと思います。なんか他に今だったらこれ、あ、今何、あ、流れた流れた、今俺の上流れなかったピュって花が咲いちゃった。ドーミントーク、そう、フェルナンデスじゃない、なんだ、小さい流星でたくさん映ってるんでしょきっとね。うん、これ俺いなく、あ、また流れた、同じとこ流れてる。今お待たせしました、ペルセウス座流星群2021ライブ配信、始めます。おー、あ、で、さっき言ってた緑のやつですね。これです、これです、これが流星の本体ですね。はい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 、これね、あ、ここが今光ってますね、はっきり出ましたね、これね、うん、これが流星が通った後が、うん、流星です。あー、いい感じですね、結構でかいですね、割といい感じですね、割といい感じですね、はい、おー、いや、ちょっと感動するね、やっぱりちょっと何回見てもいいっすね、いいですね。Recording in progress. あの、山口さん、今日のこの打ち合わせは後で Vlog にしようと思うので、これ録画させてもらっていいですかね、はい、今もう録画してますけど、いいですかね、いいですよ、いいですよ、はい、ありがとうございます。成田さん、お疲れ様でした。青森お疲れ様です。青森から飛んで帰ってきてあれなんですけどね、はい、いや、さっきあのウィンリーの天気予報見たんですけど、はい、全国的にダメでね、唯一晴れてるのはね、わかんない。あ、やっぱりわかんない。変わってないんですね、じゃあ、数日前から。そうなんですよ。うん、だから結構ね、北海道北部は、うん、天気予報、ぶれてはいるものを基本的に晴れそうな感じで、はい、逆にね、それ以外、全滅、本州。これ、線状降水帯ってやつじゃないですか。うん、そうですね。うん、ていうかもうね、梅雨前線みたいなのが、こう、日本列島停滞しててね、本州厳しい感じですね。これしかも極大日の後ずっと天気悪いんですね。いや、そうなんですよ。もうなんかこれまずいぐらい天気悪いですね。ああ、そうか。わかないか。わかないか。遠いっすね。遠いっす。遠いっすね。これも北スバル名寄る天文台ありますけど、これもなんかちょっと微妙なところなんですね。そうなんですよ。天気予報を見るとね、北スバルアクタリから上が晴れって感じですね。あ、うん、でも北スバルはね、妙に運持ってるので晴れるかもしれないですね。まあ、もしもの時のことを考えると別動隊がいた方がいいですよね。いや、そうなんですよ。でね、北スバルだとやっぱ映像に限りがあるっていうかね、うん、やっぱり人様の映像なんでね、やっぱりやる以上はあの自分たちで映像を、人様の映像かな、持ってきたいっていうのもあるし、現地で例えばこれからあの別の私以外に撮れる人を探しましょうってなっても、アルファ持ってて、動画の撮影経験、星空の動画撮影経験があって、うんうん、しかもライブ配信スキルがあって、そうなんですよ、そこなんですよ、Wi-Fi 環境も整っててみたいな、うん、でも動画撮れる人はまだいると思うんですよ、それでも少ないんですけどね、うん、そうですよね、こっちでもね、あの九州の撮影してくれる人ね、何か声かけたんですけどね、やっぱちょっとやっぱり動画撮影無理ですわっていう人がばっかりで、そうですか。で、それに加えてね、ライブ配信なんでめっちゃハードル高いですよ。まあ、わけわかんないですよね。しかもそもそもその晴れたらみんな撮りたいから仕事受けないですよ。プライベートで流星群撮りたいでしょ。今緊急事態宣言発令されましたけど、なんかその辺ってどういうふうにお考えですか。いや、まあ、なんかやっぱりこう ね、イベントやって、まあ、例えば私が行くとしますよ、うん、はい、やっぱりちょっとこういう状況なのにとか、うんうん、まあまあ言われるでしょうね、うん、そう感じる人はあの一定の数間違いなく言うし、むしろそれが普通の感覚かもしれないと思うんですけど、まあ、そうですよね、間違ってないですからね、うん、その意見、うん、まあ、ただね、だからこそやりたいっていうのもあって、うん、あのこういうコロナの状況が一つで、日本全国本当に天気悪くて北海道しか晴れない感じ、うん、でその中であの、ね、リスクをしてもやる価値ってやっぱあるんじゃないかなと、うん、まあこれでね感染とかしたらまあ何言われるか分かんないですけど、でもそれはもうすべて天理府 の責任ということで、うん、もう覚悟していると、はい、もう、はい、何、あの極大日の後の
天気見て、なんていうの、極大日見れない、しかもその後しばらく天気悪くて、はい、見れない、なんか災害が起きるレベルかもしれないっていうふうになっ、うん、じゃないですか。はい、なんかこれ見るとちょっとでもなんか明るいニュースって、まあ自分たちができることなんてたかが知れてますけど、まあせめて視聴しに来てくれた方には、まあそういう明るいニュースを届けたいなと思いますよね。そうですよね、うん、マイナスはいろいろたくさんあるけど、ね、やっぱりいいことを見たいですよね、いい経験をやっぱりシェアしたいなっていう。そうですね、はい、なるほど、分かりました。まあ、そのちょっと怖がってるわけじゃないですけど、はい、その、まあ、こういう緊急事態宣言中にそういうイベントをやるってなった時に、やっぱ動く自分の行動っていうのがやっぱりポイントだと思うんですよ。だから、感染リスクをこう極力避けるために公共交通機関は使わず車で行きますと、で船は部屋にこもりますと、はいはい、で途中その食事はSA とかでご飯食べたりしないで、はい、基本的にそのコンビニとかで弁当とかで、車内で食べるということで、はいはい、まあ記憶力、人との接触を避けて帰ってくるっていうのは徹底したいと思いますね。はいはい、あと何よりその天気がちょっと流動的なのは変わらないから、そうなんですよ、もし仮にこう稚内って曇ったってなって、帯広晴れるってなったらすぐ行けなきゃいけないから、そうですね、やっぱ車ですよね、そうなるとね。そうですね、いろいろ考えたら合理的なのは、あれでも稚内に行くとしたらいつ行くんだ、まあ明日行かなきゃいけないんですね。いつも行ってるのはこっから八戸まで、はい、だいたい8時間ぐらいなんですよ、はいはい、青森の八戸、はいはい、でそこからフェリー乗って、7時間ぐらい、はい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 、で苫小牧東ってところに着いて、そこから稚内までが6時間ぐらいかな、はい、丸1日、丸1日、まあ、2日工程ですよね、もう今帰ってきたばっかだ、もう今出てもらわないと間に合わないって感じもう行かなきゃいけないみたいな、すごくすごく無理を言ってる感じではあるんですけど半端なくやっぱしょうがないですよね、いや頑張りますよ、ありがとうございます、本当よろしくお願いします、はい、回線2つに分けた方がいいって話だったじゃないですか、はいはい、Wi-Fi 実はこれから手配するんですよ。なるほど、なるほど。で移動してると受け取れないんで、私実家途中留萌にありますから、そこに Wi-Fi 送りつけて、一応まあそこでちょろっと親の顔見つつ Wi-Fi 受け取ってすぐ稚内行くみたいな感じで了解ますんで、了解です。北海道のあの辺りだったら少々街中であってもそんなに明るくないと思うんで、うん、いやそれがですね、漁業の街じゃないですか。ああそうか、あ港の光とか、港がねこう無駄に明るいんですよ。あと道路の駐車場の明かりとかもすごいですよね、北海道。そうで、こっちと違って山が少ないから、はいはい、結構ね上に行く光って野ざらしで、ただ行った人はね意外と光があるねって言うんですよね。ああなるほどね、うん、それよりもあと心配なのはクマですね。クマ、クマベア、月の場合じゃなくてヒグマとちょっとクマ多く出てるんですよ、目撃例があって、まあそれも遭遇しないように、なるべく人がよく通るけど夜が暗い場所っていうピンポイントを探さないといけないですよね。でこう、まあ動物よけで音出すわけですけども、まあ、そういう時でも人の周りの迷惑にならないところ、やっぱりこれ自分行かなきゃダメですね。あそうね、北海道のね経験者っていうかね、他の人だと無理だ。ああ、わかりました、とりあえずそれでいきましょう、頑張ります、はい、よろしくお願いします、よろしくお願いします、はい。